ノバはかつてゼネラルモーターズで生産し、シボレーブランドで販売されていた小型乗用車である。1961年にシボレーのコンパクトカーとしてデビューする。当時ヒットしていたコンパクトカーであるフォードモーターのファルコンに対抗して企画された。当初はコルベットと同じ V8 エンジンを搭載していたことやハイパフォーマンススポーツの SS などが設定されていたおかげでヒットを飛ばすが、シボレーカナロなどとの競合や度重なるオイルショックの影響によって徐々に販売を落としてゆき、1979年まで製造された後、一旦はシリーズを終了する。その6年後の1985年に、ノバは復活する。しかし以前のモデルとは、つながりのないトヨタスプリンターベースとなり、 絞れない再ンカのサブコンパクトとなった。しかし一台限りでノバはジオプリズムへ代替された。なお本社はデビュー当初から1968年まではシェビー2を名乗っており、ノバは二代目までシェビー2のグレード名の一つに過ぎなかった。ノバはスペイン語では動かないを意味する。そのため、スペイン語圏での売れ行きは思わしくなかったと言われている。 これは、マーケティングの教科書などにも出てくるほどの有名な、話であるが、都市伝説に過ぎないと言われている。1961年に、シェビー2としてデビュー。シボレーのコンパクトカーとして誕生した。スペシャルティ要素の強かった、シボレーコルベアに対してのコンベンショナルシリーズとして、企画された。開発には、フォード・ファルコンのヒットも大きく影響していると言われ。 実際 GM 内では、シェビー2のベンチマークモデルとして、ファルコンが使用され続けていた。コルベアでは、リアエンジンリアドライブのレイアウトを採用していたが、ファルコンの影響を色濃く受けた、シェビー2は、FR レイアウトを採用。ボディスタイルは、クーペ、セダン、ハードトップ、ワゴン、コンバーチブルが、グレード展開は最もベーシックな、100、上級モデルの、300。 最上位グレードで、時期6専用モデルの400ノバがそれぞれにラインナップされた。オプションの範囲が限られていた100、300に対して、400ノバは、多くのボディタイプや V8 エンジンが選択できるなど、差別化が図られた。1962年には、ディーラーオプションで、シボレーコルベットに設定されていた、327、キュービックインチスモールブロック V8 を搭載する。 モデルが設定され、1964年には、ノバシリーズに、SS が追加された。SS は通常モデルのノバと比べ専用設計品が、多数投入されたものであった。コンパクトなボディに V8 エンジンの組み合わせは、サンデーレーサー等に受け、シェビー2はヒットを飛ばした。1966年にシェビー2は2代目と、モデルチェンジする。基本的なコンポーネントは、 先代モデルから受け継がれており、主な変更点は、外装のフェイスリフトとエンジン出力の向上となっている。なお、その中でもクーペの外装は1964年に GM が発表したコンセプトカー、スーパーノバコンセプトに基づいたファストバックテイストのものとなっている。ラインナップは、先代同様のボディに対し、シェビー200と、 シェビー2のバ400が設定されていた。ただしコンバーチブルはカタログ落ちしている。また V8 モデルが標準ラインナップとして設定された。また先代モデル同様にハイパフォーマンススポーツモデルの SS がラインナップされた。SS は通常モデルのノバに対して多くの専用部品がおごられアルミニウムデッキカバーなどの外装が差別化された。またボディには シェビー2のネームが入らず、代わりに、ノバスのバッジが付けられた。1967年にマイナーチェンジ。法令変更に従って、パーツが見直され、衝撃吸収ステアリングや軟性樹脂の内装パーツを、用いるなどの変更を受け、従来よりも安全性を高めた。1967年にポニーカーである、シボレーカマロが発売されると、 顧客の一部はカマロへ流れていくようになっていった。SS のバッティングはあったものの、通常のノバの廉価版、時期6モデルが売れていたおかげで、2代目モデルも総じて、販売成績は安定していた。1968年にモデルチェンジされ3代目へと移行する。モデルチェンジした際に、段階的に、シェビー2の名前が消滅していき、1969年には、 従来サブネームであったノバエと名前が統一された。また従来設定されていた2ドアハードトップと5ドアセダンはラインナップ縮小によりカタログ落ちしている。本社としては初めて大規模なモデルチェンジが行われた。シェベルよりも短かった。 ホイールベースを見直し、X プラットフォームを採用したことで110インチから111インチへと延長している。また従来モデルから足回りが見直され、カマロと同様のフロントサスペンションをサブフレームに接合する機構を採用した。エンジンもスモールブロック V8 を中心に、磁気4、磁気6と様々なタイプのエンジンが設定され、オプションで M-24 速マニュアルを中心とした様々なミッションを組み合わせることができた。また、販売施策の手こ入れとして1971年にはラリーキットを組み込んだラリースポーツが販売された。先代から引き続き本モデルにも SS が設定された。ディスクブレーキや M-21、22ミッション、375馬力を 発生する3 9 6チ v 8エンジンなど、その内容はより、ポニーカーとして、過激なものとなっていた。しかしすでに当時は、主な購買層だった。サンデーレーサーのユーザーの多くをカマロに奪われており、コンパクトな良いドアの SS が一部には受けたものの、全体としての売り上げはかんばしいものではなかった。ベーシックな時記録モデルが、 先代同様に安定して売れていたため、全体として見れば、収益を上げていた。しかしそれも70年代前半がまでで、1974年に、オイルショックが始まると、高出力エンジンを採用していたがゆえに燃費に劣っていたノバの売り上げは、極端に落ち込んでいった。ノバは1975年に4代目へとモデルチェンジ、する。ボディ展開は従来モデルから引き継いでいる。 シャーシは従来の X プラットフォームのままでホイールベースも111インチのまま末置きとされた。ノバは GM 社の中でも特にオイルショックの影響を非常に強く受け先代モデルは末期において極度の販売不振を迎えていた。その結果4代目のモデルチェンジの際にはターゲット層を変更し 従来のスポーツモデルとしてのキャラクターを完全に捨て去り、高級志向へとコンセプトをシフトしていった。ボディラインは従来とは打って変わってモダンなヨーロッパ車のラインを意識してデザインされており、実際の宣伝文句にもそのように歌われた。特に顕著だったのが、コンクールというグレードでクラシカルな雰囲気を取り入れるためにグリルのデザインが縦格子状に変更され、 茶または、黒基調のシックな塗装にボンネットマスコット、メッキフェンダーモールを採用するなど、従来のノバのイメージから、およそ想像がつかない外観へと変化した。足回りは前モデルに続きサブフレームに接合するタイプを採用している。これは、カマロと同等の足回りでもある。しかし、サスペンション自体は、コストと開発期間の関係から前モデルの、 ベーシックグレードからそのまま引き継いでおり、1975年当時では、急前としたものであった。なお、コンセプトを変更したものの先代からの乗り換え需要に、対応するため4代目にも SS がラインナップ、されていた。しかしミッションは前モデルで評価された、M、M-21-22 マニュアルミッションのほか THM オートマチックが選択できたが、 エンジンが3 5 0 v 8ではあるものの、燃費性能を向上させるため165馬力へと出力を大きく落とされ、往年のパフォーマンスは失われていた。こうして路線を変更したノバであったが、その混迷ぶりから市場では評価されず販売は低迷した。事態を打開するために1978年には企画ライトや パネルデザインを一部変更して近代化を図ったが、販売の減少に歯止めがかからず、ノバは1979年まで製造に生産を終了した。不名誉なことに、モデル末期のノバは、当時販売不振に陥ったシボレーモデルの象徴となってしまった。トヨタスプリンターシボレーノバ4代目の販売終了からしばらく途絶えていたノバのネーミングは、 突如として1985年に、シボレーのラインナップに復活する。しかしそれは、往年のポニーカーの復活ではなく、当時発生していた、日米貿易摩擦による、政治判断と GM の小型車強化戦略により、トヨタ自動車との合弁企業であるのみで生産される、モデル名に当てがわれることとなり、ボディは、自社開発ではなく、 北米向けのトヨタカローラの OEM であったため、従来よりもさらにコンパクトなサイズとなった。またこの CM には、ヌミの剣やノバとカローラは、同じといったネタを売り文句としたり円高を背景に、輸入車に対抗したりといった回が存在する。なお、本モデルにも、スポーツグレードの位置付けである SS は設定されてはいたものの、その内容は、 トヨタの 4A ゲルを搭載した軽快な高回転型モデルであり、往年の大トルクを過激に発生させるようなキャラクターではなかった。そのための場は、往年のポニーカーユーザーには見向きもされなかったものの、その蘇生の良さから一般層を中心に堅実に販売を伸ばした。しかし当初より、新型車導入までのつなぎ的な役割でしかなかった。 ため結局本社の製造期間も3年足らずで終了した。これにより本モデルをもってノバの名前は GM のラインナップから消えた。ありがとうございます。